こんにちは、バーテンダーのノットです。今日は1990年代バーボンウイスキーアンダーソンクラブ10年、この子を紹介したいと思います。この子、海外に行かれた方がお土産に買ってきたりと、日本での玉数も多いことから、オークションでも安価に落札されたり、オールドバーボン好きの方からは敬遠されがちですが、僕は結構推します。この子、ヘブンヒル原酒で作られているのですが、口に含んだ時のヘブンヒル感は群を抜きます。柔らかな甘みと芳醇なふくよかさ、そしてロックやソーダ割りにしても壊れないこの子の実力。この子は万人受けタイプの万能プレイヤーです。この子、1992年にボトリングされた子なのですが、旧ヘブンヒル原酒、火災前のヘブンヒルの味を楽しむには最適な子だと思います。非常にお手頃なお値段で、昔のヘブンヒルってこうだったんだなと思うことができます。しかし残念ながら、この子がどういう子なのか、それはどう調べても出てくることはありませんでした。この話は定かではないのですが、アメリカの商工の方々の集まりのクラブのプライベートブランドという話もあります。このクオリティでしたら、僕その話結構信じてもいいかなと思います。熟成年数は10年、度数は86プルーフ43度。見かけたらぜひ飲んでみてください。それでは今日は1990年代バーボンウイスキーアンダーソンクラブ10年飲んでみたいと思います。まずは香り。めっちゃヘブンヒル。奥にすごい薬草みたいな甘みがある。そして味。うまっ。この子は村の外れに住むお菓子が大好きな、結構ぽっちゃりした女の子。養子のせいで男の子から馬鹿にされてるけれども、才能と優しさは群を抜き、シンデレラストーリーを紡ぐ、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、アンダーソンクラブ10年お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく開店いたしますので、今日はここまで。また見てね。